はい、ジャイアンツ、はい、ジャイアンツはまあね、ジャイアンツはさっきおっしゃってましたよね、そのまあでもピッチャーがいませんでしたね、特にブルペン、セットアッパー、それ開幕前はもうちょっとどうにかなるっていうふうな予想ではあったんですか。ビエールとかね、もうそうですね、うん、後ろが、とにかく大勢の前が相当点取られてるんじゃないかなと思う、7回が近い、ね、大勢がいなかったら多分最下位くらってると思う。そんなですか、うん、大勢で助けられた、今年新人のおかげでっていう、うん、だから体勢が非常から7、8ぐちゃぐちゃになってもピッチャー突っ込めるじゃないですか。どうにかく勝った状態で9回までってとこですから、はい、それで体勢がやれたら多分もうなってる可能性はありますよね。あとね、若手が初勝利を挙げた年でしょ、はい、ジャイアンツ8人とかなんかね、多かったよな。 でもこれやっぱ苦しいんだよ。そういうことですよ、苦しいから無理やり使って初勝利をおめでとうみたいな。じゃあ続くかって言ったら、うん、そいつらが2桁勝ってるかってそうじゃないからね、はい、だから苦しかったと思う。苦しい、そうです、ね、うん、苦しいの裏返しですよね。プラス今年じゃあエースは誰だったのかってなると、どう、まあ、菅野投手ではないってことになってしまう。今年で考えると、でも菅野のイメージってさ、やっぱこうほぼ完璧じゃない、はい、でもそれから程遠かったでしょ、はい、まあ、途中から良くなってきたけども、でもそれ考えるとやっぱりイメージがあって、菅野が投げたら負けないっていうようなことがあるから、でもそれ印象はもう覆ったよね、はい、だからそういう意味ではもう戸郷だよ、うんうん、エースはね、今年のエースは総合だったと。今年に限ってはね、あ、そうですね、いやまだ暗いとしたら菅野抜けるかって言ったら、まだまだ抜けない、菅野の方が上ですよ、まあ、そうです、ピッチャーとしての能力はね、はい、まあ、今年に限っては、ね、やっぱりピッチャー陣が本当に苦しかった、先発からブルペンから、ね、まあ、両外国人もね、ビエラとかデラロサ、うん、デラロサ、まあ、いい加減だもんね、ピッチングがいい加減もいいとこだろ、ちぎって投げてるだけだもんで、なんか気が弱そうだしな、ほんで30代こんなことばっかりやってるけどさ、ビエラうまい、ほっとしてんだろお前って言いたくなるような、そういうふうには俺は見えた。いや俺も見えてる。それでも原監督、桑田コーチはあそこで使わ、いいサイバーなかったの。いないんだね、いないだから大勢が2連としたら誰か行かなきゃならないから、その前もそうだし、で中がいなかったしね、あ、そうですね、うん、だからちょっと苦しかったと思う、中継ぎは。野手陣にはどうでしたか。もう岡本が30本打ちましたけどね。ただね、ジャイアンツって昔から言うけど、昔はね、守備うまかったのよ、本当ミスが少ないチームだった。今年ミスだらけだもん。いやもう内外や、隼人もいなかったじゃないですか、怪我 で、ね、坂本隼人もいない。ウォーカー下手でしょ、ポランコ空振りするし、ウォーカーのあのバックを見てるけど笑いそうになりましたから、ね、最初は。ただ1回ホームで刺したんですよ、あいつ。いや知ってるよ、ね、あの時のコーチの亀が大喜びですよ。いやそりゃそりゃそうですよね、マンツーマンだから。いやあれ今でも俺の方が肩ええわ、あれあいつほんま野球やってたのかっちゅうな、スローイングですよ。いやお世辞にもね、いやお世辞も使えないぐらいなんで、ね、ひどいっすね、うん、それでもやっぱバッティングがいいから、まあ、30本打ったからな。一生懸命やるんですよ。あ、20本か、飛び込んで取ろうとするし、はい、下手なりに一生懸命やるからね。で唯一残ったのが、ね、ウォーカー選手だけですもんね。でも今年はやっぱり守備のミスが多かったな、うん、ジャイアンツは、はい、打つのは5人20本打ってる人がいるわけでしょ、はい、でホームランの野球じゃない。だからまあこれは打つ方に関しては、まあ、そんなにケチはつけられないんだけど、守備が悪かったな。守備なんですよ、内外、まあ、まあそれですね、内外が含めて、うん、それはやっぱり両外国人両サイドがあんな守備だったら、うん、外野であんな守備されたらきついよな。さっき言ってたあれ本当球広いですよ、あれ。そうだ、球広いな。そうなんだ。バッティングの、バッティングの守ってるだけだもん。いや、そうだ。いや、本当に。でもまあ上手くなってきたけどね。上手くなってきたけども、やっぱりこう確率から言うと、やっぱり守備を固めていかないと、やっぱりピッチャーが弱いところっていうのは苦しくなる。だからそうなるとね、ピッチャーが弱いところになると、じゃあ点取りに、それで、ま、守ったとはいえ点取れなかったらまた勝てないし、難しいですよね、そのバランスが。そうですよね、うん、でその点取るという意味では、例えば巨人の打順が、例えば岡本選手が4番外れたりとか、なかなかこう1、2番がコロコロ変わったりだったり、そのあたりってこうどうしてこういう風になってしまったのかなっていう。固定できないってことですかね。調子が悪いからです。そう、やっぱ岡本選手が、それがやっぱチームの成績に反映されるじゃないですか。やっぱり4番打ってきた監督だけに、4番っていうのは神経質だよね。
そんな甘くないぞ、うん、ましてジャイアンツの4番って何代目とかつくじゃないですか。スライダーだけつくんですよね。でも高津監督だったら多分岡本は4番から外さないと思う、うん、じゃあ将来的なことも考えて、うん、絶対外さないと思う。でも途中でまあ中田選手が4番にっていうありましたけれども、だ中田も我慢してずっと使っとけばもっといい成績残せたかなっていうふうには思うんだけどね。だけどなんかこう変えたがるよね、中田、ね、はい、やっぱ勝負強さ持ってるし、うん、そうですね、うん、あと先ほど言ってたやっぱ坂本選手がやっぱショートでこれからどうなっていくんだ、今年がちょっと怪我もあったりとかだったりので、うん、でも今年いい休みになったんじゃないかちょっと、うん、そろそろセカンドでもいいんじゃないですか、まあまあね、吉川ショートで、まあ、じゃあ変えてもいいよね、ね、ちょっと負担を減らすためにもう長いことあいつもショートやってるからね。もうね体ボロボロだと思うわ。それかサードに行って岡本ファーストとか、そうするとじゃあ中田どうするんだとかね、いろんなことが出てくるから難しいですけどね、うん、まあだけどやっぱそろそろやっぱこう準備はしとかないからね、うん、そういう時期にちょっと来てますね少し。そうです、ね、うん、ハヤトのやっぱ体のことを考えてやると、はい、もうそういう時期に来てるのかなっていうね。来てる来てる。ショートでこれだけ長いことやってるわけですからね。そうだね、ショートでね、もう14年くらいになるでしょ。それぐらいですね。なるよね、はい、もう2000持ってるんですか。あらきついよ。きついですね、うん、セカンドにするとだいぶ軽減はされます。あ、軽減はされる、うん、ただ体の使い方が違ってくるから、うん、やっぱそこを鍛えとかないと、うん、そこから怪我する可能性もあるんですね、うん、だけどしっかり体を作っておけば多分大丈夫、セカンドをこなせると思う。坂本、うん、取ることに関してはうまいですもんね。うん、そういったものを含めて今年のジャイアンツというのは何点でしたか。もう50点切ると思うな。いや切る切る切ると思う。俺も4位だ、ね、うん、切ると思う。いや45点ぐらいだ、たとえ3位だったとしても50点切ると思う。もう内容というか、うん、苦しかったと思う。ジャイアンツは苦しい戦いだったんですけど、うん、50点いかないと、と思いますね。さあパリーグ4位楽天です。楽天今シーズンもいい選手いるんですけど、いや課題がはっきりしてるよ ね、 楽天ね、想像がつかなかったんですよね。何がいい選手いるじゃないですか。でも偏りがあるよね、打順を組んだ時に左が多いっていう。そうですよね、みんな なぜ勝てないの。いや最初はもう連敗しないとか、ただ4月、ね、5月はあの西川がめちゃくちゃ良くて、いやでもね毎年のようにやっぱ熱くなったら落ちていくんだよ。ああそうですね、うん、下がってきてますね。だからね、ここら辺がやっぱ課題なんだと思うんだけど、やっぱスタミナっていう面でもそうだし、集中力の持続っていうのもそうだし、だからまあそこら辺の課題が克服できてないよね、うん、毎年、うん、だからそこがもろ出たかなっていう。急に落ちましたもんね、急に落ちた。そうですね、いきなりあのこのまま行くのかなと思ったんですよ。1位2位を死守してたのが本当7月から4位とどんね、うん、なっていってしまったので、これ毎年だもんね、成績が落ちてくるっていうのは。単純に体力ですかね。まあ、体力もそうだし、集中力っていうところもそうだし、だいたい成績落ちるってこう技術がそんな落ちる、体力落ちて動かなくなって打てなくなったとか、ピッチャーも打たれるようになったとかだから、はい、そうやって考えたら体力なんですかね、大部分。だからまあ練習させればいいっていうことではないけども、やっぱこれを切り抜ける方法っていうのは必ずあると思うんだよね。だからそこら辺をもう少し探ってほしいなって。力はあるんですか。そうなんですね、スタートダッシュも含めて。そうですよね、うん、で個々の能力の高い選手ばかりが集まる。だからでもボトルネックっていうのは分かってるわけだから、うん、そこをしっかりやらないと、うん、いつまでたっても今年はいいぞって言っても、うん、でもそこで引っかかってくるんだよね、うん、まあただ石井監督ももう専任ですよね、うん、GM やりましたもんね、監督、うん、そうなってどうなるか、ね、でもやめたからって変わらないと思う。まあまあ試合中は他のこと考えてないですからね。ただ負担は減るじゃないですか、ね、負担は減るな、ね、チームのことだけ、まあ、要するに現場だけで済むっていうところでは。ただやっぱりね、周りが過大評価してる部分もあるんだよね。例えば則本が若い時のようなピッチングを見せるだろうとか、うん、はい、マー君が負けないだろうとか、うん、いろいろ過大評価があると思うんだよ、はい、でもみんな成績を見るとトントンなんだよ、負けと勝ちが。そうですよね、マークもそうですね、うん、マークも特に去年勝てなかったからいいピッチングしながら。そうですよね、で今シーズンも9勝12敗っていう負けの方が多いんですよね、うん、で早川が手術したのかな、割と確かしましたね、うん、でやっぱこう計算入れてるピッチャーがやっぱ勝てないとかね、はい、早川も難しいピッチャーですね。なあ、なんかな、なんかね、すっげえクソ真面目なピッチャーだなと、うん、ピッチングが
ご紹介。見てて疲れるなっていう。もうちょっとなんかピッチングスタイルを変え。スタイル、いやあれ性格なんでしょうね。まあ、僕は話したことないから分かんないですけど。完璧主義者そういう風に見える。あ、そうなんですね。完璧主義者って何が悪いかというと、自分を責め出すんだよね。はい、で自分を責め出すと、こう陰にこもるんだよ、ね、うん、だからパーッとしたことができなくなると思います。思い通りに三振取りたい、打たれたいってタイプなんですよ。逆球が抜けて空振り取れたらもう、ああ、あれじゃダメだって思うのか、ああ、ラッキーと思うのかですよ。なんか菅野投手にちょっと似てますか？菅野投手なんか菅野はでも、それあっても切り替えれる、あいつは。あ、そうなんですね。そこはやっぱ違う。もうね、上手い内野手とか、はい、ね、エラーするじゃん、はい、自分が悪いんじゃない、このグラブが悪いからいや、本当に転換するんだよ、人の、はい、いやこれ悪いことかも分かんないけど、はい、自分の中で起きていることは他人のせいにした方がいいんだよ。なるほど。いや、本当に、はい、だからバカ、あんなとこ打ち上がってみたいな、うん、まあ、大したもんだけど、はい、なんだキャッチャーがあんなとこサイン出すんだみたいな。でもね、200勝してるピッチャーってね、キャッチャーに怒るからいや、本当にてめえみたいな。僕は誰にも怒らないですこれ常に問題から。これじゃあのバッターに怒ってバッターにぶつけてたから。あ、そっち側。ぶつけたことはないけど、ぶつけていいですかって聞いたことありますか。それすごいですね。早川投手ももうちょっとなんか楽に。そうですね。もう己と戦ってますね。もっと純粋に自分のボールで勝負できるようになったら強さに変わると思う。もっと生き生き投げてるように感じる。だからこう物はいいから投げて三振だったらよっしゃーみたいなやつがいるじゃない。はい、これも俺どうかと思うけど、うん、でも早川はよっしゃーみたいな出てくると俺すごいいいピッチャーになると思う。感情を、うん、はい、取りましたねみたいな、上品なんだそこかい、取りましたみたいな、お茶でも一服しましょうみたいな。上品すぎますね。上品すぎます。もっと荒々しくてももっと感情出してもいいと思う。強弱があっていいんじゃないかなっていう。うんうん、そうだから老人パンクはなんかきな粉に見えるもんね。ちょっと待って、そんなことはない。老人が。でもね、老人とかって大事なんですよ、あれ。やっぱね、マウンドさばきってあそこは上品にいかない。僕も老人パンクだけはもう必ず置いて、はい、6位置も決まってて、ピャッピャッとしかつけないです。本当ですか。うん、こんなもんって、こんな、あれはもう僕許せないです。だから石川もそうじゃん、ヤクルト。で、こうやってフンってやって真っ白になる。真っ白になる。意味わからへん。魔法のランプみたいになってますもんね、うん、いやそれはお前の感覚でねこんなちょんのそろそろずるってまさかあのお寿司醤油あんまりつきすぎるとそらそうですね。あ、すごいそこは繊細なんです ね、 ですね、指先に関しては、はいはい、あ、はーつてあと楽天といえば今シーズンあの島内選手がオフに、うん、来年 FA で出ると球団に伝えたのでっていう風に公言してたので、そのあれチームのなんかちょっとなんかいろいろあるのかなっていう。いやでも島内は単純に契約が失敗してるだけの話で、あ、そこなんですね。別に不安はないんですね、うん、だってタイトル取った人しても固定だから給料上がんねえし、うんうん、なんで俺したんかなみたいな、そんな感じでもうこれじゃ我慢できないみたいな。いや近藤が何十億、うん、俺だってそのぐらいもらっていいだろみたいな、はい、打点王だぞみたいな、そんな感じだよ多分。あ、それだけなんですね。チームの例えばなんか、まあ、フロントだったりとか、チームとどのほうのないと思いますよ。ないんですね、はい、例えばフロントと球団側とかそういうのも別にないと僕は想像してますけど、まあどんな球団でも中でごたがついてる選手はいるわけよ。うん、スムーズにいってる選手もいれば、はい、それはもうしょうがないんだよこれはね。まあだけど島内に関してはやっぱ契約のその金額が上がらないっていう自分が契約したばっかり自分の問題だからね。そうそうそう、だからこの手が良かれと思ってやってたんだからまあそうですよね。そうです。なんだ俺でも出来高でもらってるでしょ。まあ出来高でもらってても何十億なんてもらってるわけじゃないじゃない。まあまあそれはね、まあ、それはまあ近藤の契約見たらいや俺だってそのぐらいの半分でもいいから食えよ、まあ、契約してくれよみたいな、そんな感じになるよね。じゃあ個人の問題だと思う。問題だった、ね、チームとどの球団とは関係ないと僕は思ってますけどね、はい、じゃあ楽天今シーズンは何点の出来だったでしょう。いやだってあのスタートダッシュから考えたらこの失速っていうのは明らかに何かの原因があるわけだからかなり低いと思いますね。点数50点切ると思います。いやそれは切るな、ね、切ると思います。35点最低でも2位3位にはなってないかなと思ってるんで、まあ、A クラスには残るよな、うん、あの成績でスタートしたら、うん、そうですよね、うん、それが4位に終わってるのってことはやっぱりもう50点以下でしょうね、うん、そこはもう明らかに原因があるはずです、はい、さあ5位ロッテです、うん。